頑張った2人にご褒美を。網走湖のほとりに佇むホテル網走湖荘、あったかい温泉で生き返ってもらいましょう。無条件でお風呂に。じゃあ気持ちいい。あったな、そうだ。はい、入るために罰ゲームとか昔やったな。スーパーボール ね口に入れたりとか。あったね。のもありましたけど、もう今は無条件に。無条件。頑張ったから。ああ、気持ちよすぎる。めちゃくちゃ時間かかってましたもんね。40分超え。激闘。もう一回生きるの諦めた身ですから。人生知れたな。一ライフ分堪能できましたよ。ああ気持ちいい。いやーこれは生き返ったでしょう。さらにご褒美はもう一つ。ここね、懐かしの多田さんとか。そうですそうです、 V でも見ましたけど、ちょうど1年前流氷完全制覇で訪れたカニの名店。この味を前田さんにも味わってもらおう。まんま、これこれ、うわうわでけでかい。歩いてるわ。うわ怪獣だよ、もうタラバでけー。カツケガニ、これをタラバガニ、おとついやっと入ったの。一番は2キロから3キロなんだけど、今日7キロ7キロ倍以上の、はあ。やっとっていうことは今年そんな取れなかった。取れないんですよ。で持ち上げてください。片手じゃ上げられないと思うんで。いいや、でこれ足を太いところここよいしょ。あ足が OK。 ほらうわーすごい。よいしょ、でかい。でけえ、重っ。重っ。あの札幌行ったら15万ですよ。15万。うわここではおいくらだ。8万8000円で出します。おわ半値だ。でも重た、ちょっとすいませんね。ありがとうございました。ありがとうございました。番組の低予算では8万円のタラバは買えなかったので、少しサイズを落とした毛ガニを購入。それでも立派。これで大量ごと整理しました。わー、来たー。ありがとうございます。うわー、うまそう。動いてるわ。まだうちは来てますから。あら、ほんとだー。カツケガニのさばきたてなんてなかなか食べられませんよ。はい、うわー立派ですね。ちょん、いや、うわうまうわうまフレッシュ、うめえ。あーいいわ。いただきます。うんうまい。うん、こうプツプツのね、この食感他にないですよね。うん、うまい。死を意識しながらね一生懸命に命をかけて登った後のお風呂からの中、余計染みますよね。本当に完全満喫してるわ、網走。今もでも流氷のこと頭ないっすけどね。カニ食べ、カニうますぎて。晴れ晴れティモンディ網走スペシャル、これ